はい、皆さんこんにちは。カンボジア不動産チャンネルジェット谷雑談室です。はい、本日はですね、カンボジアのね、クメールタイムズの、プロパティ、部門ですよね。まあ不動産情報のとか市況のね、記事のところに、なんと私たちのね、今建設中のあのジェイタワー2コンドミニアム43階建てのね、あの画像がね、ボーンと夕日に照らされてね、非常にかっこよく出てたんでね、いや、なんかいいこと書いてくれてるのかなと思ったらね、もう全然違うことでね、なんだよっていうね感じで、初出場で、これかよっていう感じでね、少し残念だったんですけどね。はい、まあこの記事をね、ちょっと進めていきたいと思います。はい、マンションの価格と賃料はね、第3四半期にね、下落ということになっております。はい、記事の方はですね、世界最大の不動産会社の地元部門によると、ってこれどこの会社のことですかね。世界最大の不動産会社ってどこですか。ひょっとして中国の問題の恒大グループですかね。で、恒大グループがね、まあカンボジアのね、今市況のことを語るんであればね、まあ、自分どこもプロジェクト心配しろっていう感じですけどね。まあ、何のね、誰が書いた記事か分かりません。はい、まあ、適当なこと書いてるんじゃないかなと思いますけどね。はい、供給過剰と、外国人バイヤーの不足により、プノンペンのハイエンドから手頃な価格までの範囲でのマンションの価格が押し下げられ、多くの開発者がプロジェクトを遅らせて再配置するようになっておりますってね。うちね、きっちりやってますからね。うち、販売ね、開始から5週間で完売いたしまして、まあ、工事も順調にね、済んで、まだ今のところね、遅延全然しておりません。来年の初めに向けてね、引き渡しできるように頑張ってます。一部ね、日系企業のね、もうどうしようもないところがね、納期遅れていいですかっていう、ね、バカみたいなことを言ってね、今話し合いしているところですけど、まあ、全体的には今のところね、日系企業に足引っ張れることがなければね、問題なくね、引き渡しできるかなっていう状況になっております。はい、でその写真をね、うちの画像、このね、よそのプロジェクトが遅れてるからね、再配置をするようにしてますっていうね、要はただ単にお金が集まらないから工事が済まないんだろうということをね、綺麗な言葉で書いてますけどね、まあ、それをね、うちの画像を使ってね、説明するなということですよね。まあでもね、うちの逆に言うとね、まあ、うちのプロジェクトの写真が唯一ね、差し当たりなくこの記事が書けるということで、まあ、他の記事でね、この記事を書いてしまうとね、うちのプロジェクトが遅れるということを公表してるじゃないかということになってしまうんでね、まあ、これは仕方ないんでね、まあ、私がね、1本も2本もね、まあ、固定ぐらい打たせてあげますよっていうね、とこぐらいじゃないですかね。はい、まあ、要は販売が今ね、全然外国人が、供給過剰という問題よりも、外国人がね、こう渡航規制で来れないということで、まあ、販売不振でね、まあ、工事が遅れてっていう現状のことをね、お話してます。はい、ここで次大事な記事なんですよね。現在、高級マンションの価格は1平米トルあたりね、約2700ドルを見てますとありますけどね、これ私ね、違うと思います。私ね、これ調査してやったんですけど、確かに、表面的には平米あたり2700ドルぐらいのことを言ってますけども、これいわゆるグロス表示ってやつで、実際の自分の、購入するね、占有部分の面積プラスね、共用部分とか足して大きく見せてのね、平米計算です。はい、ですから実際はいわゆる日本でいうね、占有面積ネット表示でやるとね、実際3000ドルまだ超えてる物件がね、ほとんどだと思います。はい、しかもそこに、最近中華系のプロジェクトはね、売れないんでスケルトン販売という形で、まあ建物はお渡しね、ドアとね、窓ついてますとね、それをお渡ししますと、いや中はね、自分でインテリアやってくださいということでやってますから、結局内装工事すると2万ドル3万ドルかかるとね、まあ、さらに高くなるということでね、まあ、決してね、表面、表示でね、まあ、皆さんね、引っかからないようにしとかないといけないと思います。はい、ね、そんなことはないよね。で、手頃な価格のセグメントで約2300ドルで、ね、約1300ドルの価格を見込んでおります。はい、まあ、弊社の物件で、まあ、ジェイタワー2で販売が約ね、一番安いやつで1800ドルぐらいから平均で2000ドル、まあ、未だにね、転売されて本当もっとね、コロナなければ上がってたと思うんですけども、今大体やっぱり2300ドル400ドルぐらいでね、販売できてるんじゃないかな。ネット表示ですから、はい、ネット表示じゃなかったらうちら2000ドル切ってるというね、グロス用地でいくと2000ドル切ってますからね、まあ、全然私たちまだまだね、市場価格によりか比べてリーズナブルだということです。はい、あと1300
ドルって言ったらね、もうかなり郊外の、まあ、一等地っていう感じじゃないですよ。そこで、まあ、安アパート建ててっていう価格ですよね。っていうことは、まあ、このあたりの価格っていうのは、やはり、投資家が、まあ、賃貸収入を、狙うと、やはりこれぐらいの価格帯の物件が欲しいっていうね、とこだと思います。はい。そのあたりはね、いい加減な記事じゃなくて、きっちりしたことね、書かれていると思います。はい。プロンペンに外国人がいないことは、マンションの売り上げに悪影響を及ぼしておりね、オンラインイベントはビジネスを拡大するにはほとんど役に立たないよね。今いろんなところセミナーやってますけど、やっぱり現地に来ないとね、やはり契約までつながるのは難しいんじゃないかなという気がします。それでもね、オンラインでガンガンね売ってる日本人の方とかね、日本の企業があるということですかね。本当不思議といえばね、不思議というか、まあ、すごいというべきなんですかね。はい。それかね、まあ、ある意味ねすごいのはね、現地を見ずに、ね、不動産は買えるね、投資家ということかなということですよね。はい。ね、で海外での販売は旅行の制限のために特に困難であり、これは全く役に立たないという開発者からの多くのことを聞いてます。はい。仮想最低の訪問、または、特に彼らが行っている販売イベントは、彼らがね海外仕様で彼らの名前を聞きつけるのに役に立ち、まあ、売名するにはいいけども、必ずしも販売につながるわけではありません。私たちは、今目にしているのは多くのマンションプロジェクトが商店を、地元の市場に移しパイのシェアを奪い合っているということです、ということなんですよね。はい。でこれね、本当その通りなんですよ。Facebook とかね、SNS とかね、見てましたら、以前なら、英語表記と、まあ、クメール語表記で、販売したのがね、最近ね、もう、クメール語表記、カンボジア語だけの表記でのね、セールスの広告が非常に多くなっています。はい。ですからもう今現在ね、やっぱり外国人が来れないので、もうカンボジア人を目当てに、ターゲットを絞ってね、販売してるって感じですね。で、しかも、まあ、どこのショールームも行ってもですね、なんかこう、とりあえず来店したら何かプレゼントがもらえるとね、まあ、お米とかですね、まあ、外国人がね、コンドミニアム下付きでてね、お米もらってもね、荷物になるだけでね、そんな全然いらないよってことですから、とりあえずもうカンボジア人の方々がね、もう来てもらいたいと。で、とりあえず、会場来てもらって、一番すごい中ではね、まあ、BMW をね、プレゼントしますっていうことをね、書いてますけども、だけどまあ、そのね、BMW 欲しいからってね、コンドミニアム買う人はね、僕いないと思うんですよね。はい。ですからまあ、もう今本当ね、オール家電すべてサービスするとかいう形で、とりあえずもう、今、販売不振のところをね、カンボジア人の方で、埋めていこうという形はね、これはもう広告のやり方ね、販売の、イベントの打ち方見ててもね、そういう感じがします。だけどまあ、そういうのにもね、ほとんど最近、やっぱ効果がないということはね、書いてます。はい。で、多くの、マンションの開発業者は、土地所有権への投資が好きで、高品質の備品や、備品を備えた、高中価格帯のマンションにお金を払いたいため、地元の人々を引きつけるのが難しいと考えます。これちょっと意味が分かんない。どういうことなんだろうな。その結果、開発者はいくつかのプロジェクトを手頃な価格の目的に押し下げ、より、安価な家具や、電化製品を投入しております。ということで、やっぱり、まあ、カンボジア人の方に買ってもらって、カンボジア人がね、本を自分で住むということはないですから、やはり、まあ、投資をということになれば、まあ、賃貸出すんでしたらね、まあ、高級なものね、取り付ける必要ないですね。消耗品になりますからね、まあ、もう手頃なものをつけて、まあ、電化製品やね、あと家具をね、サービスしときますよというね、物件の方に、力をね、販売をするにあたっての目玉としてね、力を入れてるということですね。はい。で、これが新しいね、次情報が入ってですね、また、サービス付きアパートメントやホテルを作りたいという投資家をターゲットに、個人販売から一括販売に移行している、ね、企業がありますと。ですから、まあ、もう個別でコンドミニアム売るよりも、まあ、一棟売りという形で、してるね、動きが出てきてるっていうことですかね。ということは、まあ、ますますやはり、投資用としてでの、コンドミニアム、アパートメントを期待してるっていうわけです。だと思いますよね。はい。まあ、一個一個じゃなくて、もうまとめ売りますと。それと、あとはね、
コンドミニアムね、途中まで建てたけども、販売がうまくいってないので、内装ね、すべて完成させるまで持っていけないので、まあ、丸ごとね、このままもう途中で買いませんか、一棟ごと買いませんか、アパートメントをね、一棟もののオーナーになれますよっていう形のね、営業してるんじゃないかと思います。これはね、私、カンボジア来たも8年ぐらい前からね、これ行ってますよね。途中でもう工事が、もう頓挫しそうになったらですね、一棟売りっていう形でね、してるとこありますね。まあ、未だに売れてないところもね、あります。はい、そんな形でね、なんとかね、この不況下をね、乗り切っていこうという形で動いているような形です。はい、まあ、で現在、まあ、そういう状況でですね、この第3四半期には、賃貸のね、価格は大幅に下落したとね、全体的には 5.6 から 7.8% 下落しました。はい。これは私たちも感じます。はい。ね、ちょうどね、私たちが経営している J タワー1コンドミニアムがですね、10月契約が非常に多いんですよ。9月、10月契約で。で、そこで、まあ、待機をドッとされて、まあ、今回、お盆休み入って、またこう、入居活動なんですけどね、やっぱりね、入居者というがね、やはり少ないね、やっぱエージェントの方の、ね、案内がね、極端に減ってるっていう感じはしますね。コロナで渡航規制があってもね、まあ、中華系とかね、韓国系の人はね、新たにどんどん進出してきてたんですけども、やっぱりね、不況化っていうんですかね、特にまあ、建設不動産関係が不況ということが、ね、大きな原因になると思うんですけども、やはりね、新規で入ってくるよりも逆にね、やっぱり今後帰りますという対応の方がね、やっぱり少し多いかなって目立つのはね、感じます。はい。で、まあ、政府は、観光ビザを発行して14日間の、検疫を早めに半分に短縮するかどうかを検討しているため、はい、もうベトナム、タイがね、そういう動きになっているんで、まあ、カンボジアの方もそういう動き出るんじゃないかなっていうふうにね、今言われてますけどもね、まあ、それの中心になるね、まあ、シェリーマップ観光の一番の目玉のところがね、いまだにコロナ一番ひどい。まあ、首都プノンペンなんかはね、もう全然今ね、あんまり感じることはありませんけども、逆にまあ、観光地がね、今ひどい。やっぱ衛生関係の面では、首都プノンペンのね、まあ、比ではないので仕方ないかなという、なんですけど、まあ、この辺りも、まあ隣国のタイ、ベトナムに合わせていくんじゃないかなということで、ね、まあ7日間の、ね、隔離になれば、ね、非常に楽になるかなという感じがしますね。はい、ですから、まあ第4四半期の終わりには、ね、リバウンドがあり、ね、来年に入る可能性があります。まあ、来年には、ね、良くなるんじゃないだろうかね。まあ、あくまでも期待値のことを、ね、これ書いているということです。はい、まあ、現在、ね、まあ賃料が下がってきてますと、ね、販売不振で大変ですと、ね、まあ、来年には、ね、うまく行くでしょうかというね、もう期待値ね、まあ、私も望んでおりますけどね、まあ、それをね、私たちのプロジェクトの画像を使ってね、まあ、説明されてたということがね、今日のね、雑談室の、お話になります。はい、以上ね、カンボジア不動産チャンネル、これで終了いたします。次回更新お待ちください。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。本日もご清聴ありがとうございました。